横スクロールアクションゲームまとめの結構やってます。あの30代がハマったシリーズですかね、はいはい、ドンキーコングでしょ。来ました。もう俺らドンキーコングの話しかしなくなるからドンキーコング本当にあの時代でこれを作れるんだって。スーファミだからね。あれで音楽もいいのよ。ドゥン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 ってこの中ドンキで何分話してるんですかもうドンキーまとめになっちゃった。はい、後半でございます。ぜひね、はい、前半の動画も見てください。横スクロールゲームまとめ、うん、話すこと多すぎて全然話したりない全然進んでないよ全然進んでない。前半はもう BGM の話で半分以上話してるもうドンキー BGM まとめなんだよねほんとそのくらいになっちゃいましたけどね、うん、まあでもね、やっぱ横スクロールのいろんなゲームの良さをね、うん、ちょっと話していきましょう、うん、はいはい、じゃあどうします次。いっぱいあるね。何いっぱいあるよ。だってロックマン。じゃああーもう来た。そうそれ今言おうとした俺。ロックマンね。もうロックマンでしょ。うん、ワンツースリーやったな。ワンツースリーロックマン X。 あ、どっち派なの。いやどっち派。そうそう X 派。俺あの8だったんだよ。8、うちはいっぱいやつの8。あの8かな。可愛い方ね。そうワイディの方。ワイディあっち薄くね。あのね、アホみてにむずい。あっちめっちゃむずいよな。ノーマルロックマンの方がむずいんだっけ。むずい、むずい。壁キックがやっぱできへんのよ。壁キックないし、あのスライディングあったっけ。スライディングあるある、スライディングある。でもスライディングがすごいむずいのよ、使い方が。はいはいはい。ダッシュスライディングダッシュとかね、はいはい、そう。あっちめっちゃむずい、あれめちゃめちゃむずい。うん、本当にやっぱパーツとかもなかったよね。あ、そうないよね。作られてる過程とか違うんだよね確かね、このロックマンとね。何作られてるか、ね、ロックマンが機械なんだっけ。あ、X ってなんかあるよね。そう、設定が全然違うんだよね。あ、違うの。設定が違うの。確か全然違う。初めて知った。ちょっとこれロックマンまとめ俺やりたいんだけど。確かにね。ストーリーがあるんだ。ね。そう、ストーリーが全然違うんだ。あ、そうなんだ。聞いてみたいわ。だってあのさ、X の方はさ、助けに来てくれるのあのゼロじゃん。かっこいいさ、うん、赤色のさ、うん、剣使うやつ。でもあの8の方はあのフォルテ。はい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 。あれ敵じゃねえの。でもなんか味方したりもするんだよね。だからそんなに敵か味方かみたいな。あの、そういうやつ。うん、そうそうそう。そうそうそう。戦う時もあったけど、そのゼロじゃないね。助けてくれたりして。あとワイリーとね、その。シグマね。シグマね。いろいろ、いろいろ気になるわ。今思ったけど、なんか何も考えずやってたけどさ、当時。うん、何も知らない。そういう設定とか確かに気になるわ。その時代が違うとか、なんかそういう系だった気がする。うん、なんか違うんだよ。なるほどね。ロックマンは、そうね。音楽いいしね。音楽いいんだよ、ロックマン。音楽良かった？ロックマン音楽良かった？なんかかっこいいんだよね。ドンキーコングはそれこそいろんなバリエーションあったけど、はいはいはい、ロックマンはマジでかっこいい感じ、ほんと。ほんと、ザ、ね、中二病、中二病みたいな、なんつうの、その、ほんとにそういう。いや、ほんとそうだね、はいはいはい。あの、少年心くすぐられるタイプね。そう、そういう感じの BGM。はいはい、音楽違うんじゃないの ?X と。ああ、違いそうだね、そう思うとね。え、てれれれてーってどっち？てれてれは X。それは X、X。てれてれ。あ、これ X？ それ X。あ、でも両方一緒なのかな、もしかしたら。なんかそのボスってか、その面に入るときってなんかでも同じそんな音楽になってなかったっけ？ワンとかツーとか違うんじゃなかった。あ、どうだか忘れちゃった。ちょっと今 YouTube で聞いてみよう。それもめっちゃ流行ってるよね、その曲。BGM まとめになっちゃったよ、ほんと。普通のロックマンの方はなんかちょっとポップなイメージがあるんだよね、俺からすると。ちょっと可愛い、はいはい。そうそうそう。可愛い音のイメージがあって、はいはい。X の方がどっちかってそっちのかっこいい感じ。ね、X は敵もちょっとなんか気持ち悪い感じだもんね。そう、 X はね、そうなんだよね。確かになんかね、ちょっとフォルムとかね、ちょっとリアリティというか、そうそうそう、そう、リアリティは確かにあったかも、うん、そう。まあ、でも、ね、X の方が簡単だったかな。あのなんかあの弱点、うん、ボスの弱点の武器使うと結構余裕で倒せるじゃん、あの X の方って。普通のそのロックマンの方がなんかあんまりそんなイメージなかった気がするんだよな。まあ難かった。難かったよね。うん、難かった、すごい。でしかもあの本当パスワード忘れた時の絶望は本当にあったよね。ロックマンの X の方が、ね、いや本当にラスボスの前の本当に一番大事なパスワード、いやもうイーカンとかさ、イーカン懐かしい。イーカン、イーカンエネルギー貯める缶ね。はいはいはい、はい、いろんな面行ってその体力回復のこの、ね、カプセルみたいなめっちゃ貯めるとそのいい缶に溜まってって、でピンチの時にスタートボタンを押すとそのいい缶を使って回復するっていうね。確かに、そのいい缶をめっちゃ貯めたりとか、あと技の方のね、うん、なんていうの、うん、技缶、技の方の、うん、あの赤色のカプセルとか貯めまくって、うん、それも貯めて貯めてもう全部フルでやって、うん、よしワイリー挑むぞっていうあのパスワードなくした時。
もう絶望絶望だわ、めっちゃ困る、もう絶望、もう無理ってなる。懐かしい、パスワードだもんね。だからね、ロックマンってね、めちゃくちゃそうだよ ね、 ね。でドンキーってセーブだったね、そう思うと。確かに、そうかね。セーブがあるゲームもあればパスワードのゲームもあったりするね。確かにね。あー、セーブもあるんだ。まあ、でもあのパスワードの方が安心のところもあるよね。あー、確かに、ね、セーブ出たら飛ばないっていう、その、はい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 、だなくさないけりゃいいんだよね。そう、なくさなきゃいい。なくすのよ、小学生、その辺のチラシの裏に書いちゃうから。そう、しかも当時携帯とかないからね。そう、ないから、もうクラウドとかないし、メモ帳に手書きだったからね、うん、いや俺ね、チラシの裏に書いてたのよ。ゴミだと思って捨てられちゃうタイプだった。俺おばあちゃんによく捨てられてた。絶対なくすわ。そう、毎回、うん、学習しないでチラシの裏に書くから。間違えて丸押しちゃったら次行っちゃうから、早く帰って早く帰ってって言って、とりあえずそこにある紙に書いちゃって、であのもう一個サブでスペアでメモ書かないから、うん、そういう思い出だったな。なんかさ、特徴的なボスとかやっぱいたよね。いたね。うわ、このなんか蝶のやつ、うわこいついた、こいつ X これ覚えてるわ。なんかこいつこいつ、あー、いた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 、なんかいたよね。懐かしい。やっぱボス見るとなんか、あ、いたなってなるね。 X のボスやっぱ変だよな、ちょっとね。なんかちょっとね、変だよな。カメレオンとかもいたよね。あ、いたいたいた。いた。なんだろうな、変なんだけどちょっとなんかやっぱ敵感あるというか、何かっこよさあるというか、なんか魅力はあるよね、うん、やっぱロックマン X ってね。敵感すごい、うんうんうん、100年違うんだってロックマン X と設定だと。え、100年、X が後なのかな。へえ、うん、そうなんだ。あ、じゃあ別の人なんだ。そうね、多分別の人ね。そうなんだ。あ、この画面のイメージっすよね。この画面、今送ってこれよね、ロックマンといえば このね、ロックマンといえばこの画面よね。これよ、これよ。いきなり野放しにされるタイプね。あの、自由度高すぎてどっから行っていいか分かんないっていう。今思うとすごいね。なんかそのずっと進んでいくんじゃなくてさ、要は自分で選べっていうタイプだったよね。確かに、ね、あ、そうか、ね、確かにね。だって最初ってさ、弱点持ってないからさ、そうなんだよ、自力で倒さなきゃいけないじゃん。そう、最初だけむずいんだよね。そうそう、最初が一番心折れるよね、だからこれね。そうか、そうだよね、今思ったけど。で、その後技が手に入るんだよね、うん、そう。で、かつワンなんてさ、そうそう、ダッシュできないの最初、あのフットパーツかなんか手に入れないと。はいはいはい、そうか、パーツないとね。だからね、ワンはね、このもう右上のあのペンギンさんステージ絶対行かないん、最初に。よく覚えてんだ。最初覚えてんだ。だからここ行かないとめっちゃきついのよ、はい、とにかくダッシュのパーツ取れないと無理だから、はいはい、 はい、いや今思うとそれすごいよな。絶対ペンギンさん行った方がいいの、絶対ご飯は。いや誰に向けてのその忠告なのに、いいよ、そんな忠告しなくて。絶対ペンギンさんから行く。そうすると氷のやつが手に入るから、氷効くの誰だったかな、はい、ちょっと忘れちゃったけど、あ、このゴリラマックスかな、はい、左下のゴリラマックス、ゴリラマックス。呼び方が、あ、でもあった、そういうなんかその地方呼びね、地方呼び、ボスの地方呼びは絶対あった。絶対名前違うんだけど、この左下のだって何々マンでしょ、敵絶対何々マンだよね。確かに、そっか、あ、そっか、ね、何々マンだった気がする。でも一人も名前わかんないわ俺、そう言われたら。シゴンしかわかんない、わかんない、全然わかんない。ゴリラマックスね、ゴリラマックス。小学生っぽい付け方が。ゴリラマックス、何がマックスなのか全然わからんけど、確かにこいつに聞くから、はいはいはい、氷がね。今思うとその開拓してくっていうことだよね。あ、そう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 、そうね、攻略本あったら攻略本見ちゃうね。それこそ調べたり今できるからわかると思うけど、うん、今何にもないじゃん、ね。だから最初この 8にいるわけでしょ、敵が。そうそうそう、 8分の1でペンギン行かなかったら結構苦労するよね、だからね、そのね、うん、っていうのあるよね、これ。なんか友達経由だったよね、だからそういう情報とか、ね、あ、そうそうそう、みんなで情報ね、したらね、友達から教えてもらって、でその友達はね、知ってる人はお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんはうまいからできてみたいなことだよね。そうそうそう、だからきっとね、そういうことだ。そう思うとすごいな、当時は。当時はなんかあれだったね、近所付き合いっていうのがよくあったんだね、やっぱりね。何だろう、横スクロールゲームから見る地方付き合いの関係。論文書けそうだけど。X 何々マンじゃないかも。あ、違うんだ。あ、違う、うん、あっちは何々マンっぽいね、ロックマンは。あ、そうなんだ。無印は、うん、全員何々マンだと思って。じゃあ本当にワンチャンゴリラマックスの可能性あると思う。ないだろ。スパークマンドリラーだって。スパークマンドリラー、ゴリラマックスは。ちょっと近いじゃん、スパークマンドリラー。近いじゃん、近いか近いかは分かんないけど、その中二病感どっちもあるね。まあロックマンこんなもんですね。はいはい、もうやばいです、ロックマンだけで12分経ってます。
話すね話すね思い出がすごいのよもうもうじゃあ次はいいですか、うん、ゴエモン。あーいいね、ゴエモンはもう、ね、前も話したかもしれないけど、うん、ゴエモンね、前も話したからちょっと軽めにしましょう。じゃあね、やっぱ2だよ2。一番やったの2だよ俺は。ゴエモン俺も2だと思う多分。うん、あの3人のやつね、ちゃん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 ってやつね。あーそうそう、ゴエモンの BGM もいいんだよねもう BGM まとめになるでもやっぱさ、印象に残ってんのってやっぱ BGM なんだね。なんかそう思うと人って、ね、いいね、昔すごいなね。そう思うとね、ゴエモン2は歌舞伎っぽい感じのさ、うん、はい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 、全体的にそんな敵じゃん。なんかそう、ホラガイ吹いてみたりとかさ、はい、ドゥルルルってね、太鼓、そう、太鼓とかさ、はいはい、なんかヨーみたいな感じじゃん、うん、そう、ほんとそういう感じだった。うわ、ほんと懐かしいね。サスケの取り合いね、まずまずまずな、まずそこ、そう、まずね、サスケの取り合いになっちゃうね、うん、どうしても。で、サスケ取られたら、おいおい、ゴエモンじゃんじゃんってなる。エビスマルの選択肢はないかわいそうそう、エビスマルはやっぱ難しいからね、難しいからね。で、やっぱゴエモン覚えてんな、これ。やっぱサスケが飛び道具だっけ、なんかなんか取っていくとあのレベル3とかになってくんだよね、うん、確かね。あ、そうね、あったな、猫かなんか ね。ゴエモンに関してはあのキセルがさ大きくなってさ、はいはい、ちょっと遠くまで当てれるようになるんだけど、あのサスケに関して取っていくとその、うん、飛び道具になって、うん、で遠くまで当てれるんだよ ね。そう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 、ね、うん、あれずるってやっぱなるから、やっぱ使いやすいんだよ。そう、サスケが一番使いやすい。ジャンプ力もあるし、あれもうちょっとそのパラメーター割ってって思うんだ今思うとサスケに全振りしすぎというか、そう、ね、全振りしすぎだよね確かにね。ちょっとね、違う能力とかあればいいけど ね。まあ、2はだからそういうあんまりなかったから、そこに関してのあれは。そうだね、まあ、あとやっぱゴエモンロボだな。この相撲のロボ超懐かしくない？この相撲のロボ、あー、いたいた、ごっつんでしたっていうのを倒すと、あー、どうしてんのこれ音楽もいいんだよ ね。音楽も、そうそう、ジャン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 いいですね、横スクロールね、ゴエモンやっぱ覚えてんね、これね。あと俺がやったのは2とキラキラ道中の方ですわ。はい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 、キラキラ道中俺やってたかな、うん、あっち難しいんだよね結構ね。 それぞれ あのキャラのステージごとにまず進んで寝ていかなきゃいけない。ゴエモンステージとか、はいはいはい、助けステージとかで進めていかなきゃいけないから、はいはいはい、なるほどね、むずくて。そう、俺これやってないかもしんない、キラキラ道中やってない。この敵のなんだっけな、これ切腹丸だったかな、名前忘れたけど、とかね、やったかな。なんかタイトルも意味わかんないもんね、サブタイトルみたいなんだけどさ、キラキラ道中僕がダンサーになった理由意味わかんない癖がそう、意味わかんないじゃん、ダンサーになった理由意味わかんないよ、なんか謎だね。なんか最後のオチがなんかこのインパクト、ゴエモンインパクトがなんかそんなような感じだったんだけど、うん、よくわかんないな、とにかく。だからストーリーにはあんま意味はないよね、うん、多分。はいはいはい中身面白いけどね、すごい、うん、なんかゴエモンやっぱ特有なのがさ、やっぱ村の、いや城下町の面とかだよね。いや、その普通のステージだけじゃなくて町とかに泊まると、うん、いやその中でさ、うん、お店入ったりだとか宿入ったりね、うん、で松竹梅では松のさ部屋が一番回復するんだけど一番高いとか、うん、そんなもんだ。そうそう、ステージでその小判ゲットしてその小判を使ってアイテム買ったりとか、うん、そうそう、途中で回復できるようなアイテム買ったりとか、あれはなんかゴエモン特有だよね、なんかね、特有だったな確かに、ね、でその村のさ、その町の面でもその橋渡るのに通行手形、あああったあったあった、そう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 、そういうのをゲットしないとその橋渡れないみたいな、うん、いや懐かしい。そんなもんですかね、ゴエモンは。はい、まだいっぱいあるよね。ううね、もうなんかスーファミの話しかしてないもう、まあ、もう、まあ、もうあんまないんじゃない、まあスーファミになっちゃうよね横スクロールは、うん、うん、そうだね、まあ、あれだからあれでしょ、あとカービィとかでしょ。うわー、カービィはもう超神ゲーじゃん。カービィももろいよね。ねえ、もうやっぱあのデラックスだよね、うん、あれすごいやったもん、うん、デラックスはやっぱ一番やったよな。うん、めちゃくちゃやったな。カービィの特徴は吸収というか、やっぱそうだね、その能力、能力吸収でいいのかな、うん、そうだね、コピーだね、コピー、うん、そうだね。あと飛べるっけ、飛べるというか、あ、飛べる、うっ、うっ、飛べるよね、うん、そう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 、風船みたいにね、うん、確かにカービィ特有だわ。ちょっとまた BGM の話になっちゃうけどさ、カービィの BGM だってさ、この間なんかあのグラミー賞取ったよね今更だから。取った、そうなの、そう
カービィの、メトロイドが確かグラミー賞取ったね、賞取った。え、うん、どんな、しかも海外のそのすげえやつ、トゥーってやつ、トゥーから始まるやつ、あのね、ちょっとこれ口ですげえ難しいなこの曲。ちょっと頑張って再現します、ちょっと待ってね。ミタナイトの逆襲のアレンジ版が取ったらしいですよ。そう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 、うん、カービィつったらどっちかって言ったもの、テテ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 じゃない。ああ、そう、それじゃないの。テテ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 テあったあったあった。こんなんがそれ俺がやってるからだよそれ、はい、俺が口でで今やってるからだよそれね、脱出するやつね。そうそう、メタナイトの時の曲ね。バイク乗って脱出してね。あー、そう、懐かしい、うん、バイクで脱出あった、うん、あのメタナイトのあの飛行船からね、タイヤのキャラでさ、ブーって脱出するやつね。ホイールみたいなやつ、懐かしいわ。やっぱスーファミだよね、このスーパーデラックスだよね、やっぱね。懐かしいね、うん、まあね、でも今なんかあれ全然横スクロールじゃないけどさ、新しく出たさ、うん、カービィスイッチ、なんか面白いんでしょあれ。あれすげえ人気らしいな。面白いって言うよね。面白いって聞くけどね、うん、まああれはもうなんか完全になんだ、なんつうの、 3D っていうの、うん、あれだけどね、はいはいはい、そうね、うんうんうん、いや俺ね、やっぱデラックスのそのボリューム感がすごかったよね。いろんなゲームがある。だって10個ぐらい入ってたでしょ、うん、あれ。確かにすごい、うん、スーファミなのね、すごい ね、うん、前もミニゲームまとめみたいでね、あの地球割みたいなのも話したと思うけど、うん、いや、うん、その中でなんかいろいろあったもんね。グルメレースしかり、あれ宇宙のやつがやっぱラストだっけ、うん、あ、そうじゃん、確か、ね、順番的には。俺あのシューティングゲーム結構好きだったんだよな。なんか後半シューティングになるの覚えてる、なんか飛行機みたいになってさ、シューティングみたいになったよね、あれ確か。あ、わかるかも。なったよね、確かね。あったあった、確かあった。でラスボスがなんかすごい怖いやつ、なんかそのコウモリみたいな、コウモリみたいなやつでさ、そうそうそう、で倒すとなんか顔がパカッて割れてさ、ブワーってなんか中からなんか怖い感じになるやつそうそう、であれが強すぎんで、なんかもう全体画面全体攻撃で、もうガードしてもさ、カービィってガードしてても食らうじゃん食らう、だからガードしても、あ、いや何、無敵状態になれるのがあのストーンと、うん、あと 2P の泥棒だった、はいはいはい、確かそうだ、そうそう、だから 1P のカービィはストーンを選んで 2P は泥棒を選ぶっていうので行ってた気がする、うん、ね、はいはい、あったわ。そうそう、だからあそこ、それを選択しない友達がすげえと俺思ったなんでガードで食らうのにすげえっつってそれでクリアできんのとか言って懐かしいね、それでやってたね、うん、やっぱカービィは横スクロールの中でも結構やったね、そう思うと、うん、で一番やっぱデータが飛んだ覚えがあるな。あ、飛んだ、カービィ、カービィが一番飛んだ気がする。飛びやすいんだ、ね、飛んだ、確か飛びやすかったよねカービィね。なんでか分かんないけどね、うん、なんか分かんないけど、そのゲーム詰め込みすぎたのか、なるほどねあの衝撃にすっげえ弱かったよねカービィって、確かに弱かったかも。これちょっと分析してほしいな、誰かやってる人いないかな、 YouTuber の方とかで、カービィのデータ飛ぶ理由いやいや電子回路とかの理由がありそうだよね、なんかいや、ありそう、これ絶対あるもん。あと何だよ、もうちょっといく、はいはい、ヨッシーアイランドやってた。うわ、ヨッシー、俺はね弟がやってたかな、見てたぐらいかもしんない。懐かしいね、ヨッシーアイランド面白いんだよね。あのちっちゃいベビーマリオがいてさ、ベビーマリオがいて、ベビーマリオがさ、ヨッシー食らっちゃうと、えーんえーんって、あの画面中飛び回るやつね。そうそうそう、泡みたいなのを持ってね。あれむずくなかった、結構あれむずかったね。でもなんか綺麗だったよねあれも、結構ね、確かにグラフィックとかもね、うんうんうん、なんか可愛らしいよね。そう、可愛らしい。なんて言ったらいいか分かんないけど、そのトイストーリー感というか、なんて言っていいんだろうね、なんかその、うんうん、ああそうそう、そのポップな感じっていうかね、そうそうそう、絵本感あるよね。あ、そう、絵本感、そう、素晴らしい絵本、うんうん、いやいやいや、大体そうだすぐ出てこないあれ面白い、ね、よくやったな、よくやったな。あれもうちょっと下にいたら取れんのにっていう、あのベビーマリオの上に行っちゃうときねもうちょっとなんでなんでって時に、よし落ちちゃうみたいなあったね。他は高橋さんやったって言ったっけ、ファイナルファイト、うん、ファイナルファイト本当におもろいよ、もう今やりたい出た、ファイナルファイト今やりたいな。どう、なんかできないのかな、スイッチでできないのかなあ、なんかでもスイッチあったかもなあったと思うよファイナルファイト、なんか詰め合わせパックになってるやつが、うん、スイッチ確か、うん、
なかったっけ。なんか今さ、あるよね、うん、スイッチでさ、あの、うん、任天堂かスーファミのソフトなんか詰め合わせパックみたいなかった。はい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 。あれなんかオンラインに入ってばできるよ、あれ。やろ、ね、ファイトファイトやろ、そうそう、うん、もう普通に動画とかじゃなくてほんと黙々とやりたいもん、みんなでファイト。もう本当にそんなおもろいんだあれ。そのくらいやっぱねおもろいの。全クリできるようにしてほしいな。あの見たことないからさ、最終回。そう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 、 だいたいあの侍ね、本当に無限にさせてほしいよね。でも多分あのそれ巻き戻しできるタイプじゃないの、だから分かんないけど、いけんのかな、スイッチのやつはね、うん、調べる。俺ね、なんかその当時ね、あのアドバンスだったかな、ゲームボーイアドバンスとかでその進化版みたいなのが出て、それはねなんかクリアしやすかって、クリアしたなの確か、うん、なるほどね。そうそうそう、ただ全然今はもう覚えてないんだけど、どんなそのあの侍の兜の面以降全然覚えてない。あそこが鬼門だったもんマジで、うん、プロレスリングで侍の兜使って、あの実手みたいなの持ってるさ戦うの。むっちゃ強いのよあいつが。あいつ強いのよマジで、マジ強いのよ本当に。うわ待って、これ懐かしい、今ちょっと調べたら出てきたんだけどさ、これ確か横スクロールだったと思うんだけど、ソニックブラストマンって知ってる？何それ？ゲームの名前？ゲームの名前。え、わかんないな。いや待って待って、これ俺やった気がすんな。要は言うたらファイナルファイト的な感じで敵を倒していくんだけど、このソニックブラストマンが確か、うん、ゲーセンのパンチングマシーンのやつだったと思うんだよね確か。あー、覚えてる覚えてる、私のパンチを受けてみろみたいなやつ。あ、いたいたいた、これオールマイトみたいでかっこいいですね。そうそう、オールマイトみたいなやつ。あ、いたいた、これだよね確か、私のパンチを受けてみろってやつだよね。あ、こいつなのか。確かそれのスーファミゲームだったかなって覚えがあるんだけど。なるほどね。そう、これもやったかも。あ、ほら書いてある、ファイナルファイトにハマったことがある方なら楽しめますと。もうファイナルファイト的な感じだったの。どういう説明だよ、どういう説明だよ。あ、これもやってたわ。わ、ねえこれ覚えてる、これ俺ちょっと今びっくりして、これやってたわ、ミッキーマジカルアドベンチャー。あー、これやってたの。やってた。おー、すごいすごいすごい。これはやったかもしれない。ミッキーのやつ、ミッキーのやつね。あ、これやったな。どんな内容だったか全然覚えてないけど、うん、なんか掃除機吸ったりしなかった、なんか。あ、いたかもいたかもいたかも。ね、掃除機吸ってなんかみたいになったよね。お金めっちゃなんか吸い取るだかなんだかちょっと。うん、あった。うわ懐かしい、ミッキーマジカルアドベンチャーやったわこれ。これ1だけだったっけな。なんか何個かやった覚えがあるような気もするんだよな。うん。懐かしい、ミッキーのゲームあったわ。そこで初めてあのなんだっけ、プルートだっけ、あのボスがさ、マリオでいうクッパみたいな、あの黒いクマみたいな。あー、ピートだっけ、ピートだっけ、いたいたいた。プルートあの犬ですよ。犬だね。プルートあいつラスボスだった。グーフィーはグーフィー。グーフィーじゃねえ、グーフィーは犬だよ普通。犬じゃねえ、牛だ。ねえ。いたいた。そのなんだっけ、ピートか、ピート。そうそう、そこ知った気がするもんな。あのピートだけさ、ディズニーランドとか全然出てこなくない？確かに見たことないなあいつ。どこにいる？ね、ゲームとかさ、なんかいろんな作品だとミッキーのやつで出るんだけど、ディズニーランドだけには全然その主要キャラとして扱われないよねあのキャラね。うん、確かに。何キャラ？公式なんじゃないの？非公式なの？ええー、そうなの？いやいや結構ミッキーとがっつり出てるけど、なんかディズニーランドだけはできんなの。あんだけ敵のさ魔女とかボスとかいる中でさ全然出てこないよね、ディズニーランド。確かに、確かにね、確かに見たことないぞ。なんでなんだこれ、なんかありそうだね理由。多分 裏があるかもね、なんかね、人気がないとか、うん、純粋に。いや敵役としての人気なさそうだもんね。マレフィセントとかなんかあるじゃんやっぱり。かっこいいもんね、あの辺は、ね、なんかね、うんうん、魔女とかやっぱさ印象的だもんね。うーん、ピートはちょっとダメなのかな。いろいろなんかさゲームとかだとさ、そのクッパ的立ち位置なのにね。ね、あ、なんだっけ、なんかさ原始人のゲームなかった？うわ超覚えてる。なんだっけあれ、原始人のスーファミのゲーム。戦い原始人。いやこれじゃない、違う、俺これじゃないよ。そんなパンの原始人のゲーム。あった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 。いやもうケイさん絶対わかる、だってくんちでめっちゃやったもん。懐かしいな。あ、スーパー原人、スーパー原人。うわこれ懐かしい、マジで懐かしい。これちょっともうね今ファインプレイだと思うこれ俺。え、戦い原始人くんとは違うの？違う。あったこれやばくない、スーパー原人ってやつ。これ中身わかんねえけど、知らないわこれ。夏、懐かしい。これ横スクロール。横スクロールこれ、うわこれやったな。うわ懐かしい。これね、いや原人を操るゲームなんだけど、いや原始人みたいな。で普通に横スクロールでやってくださいね。でジャンプして飛んでってみたいな感じで、でなんかねその変身したりできるんだよ確か。できたかも、うん、主人公自体が。でなんかねアホになったりするんだよね。でアホになった時めっちゃ強いみたいな。でめっちゃでかくなったりして、なんかそれデカ原人になったり、そのチビ原人になったりとか、すげえ分かりやすい、うん、そのなんか小学生向けのゲームというか。あったかもな。でもアクションちゃんとしてた気がする。でこのうわ
ーもう懐かしい、これマジで、あの恐竜ね、食べられて恐竜のお腹の中に入って脱出するみたいな面で、このこれこれこれ今食った、わー懐かしい、このここでを穴を選ぶとチュルスプルルポンって出るの、別の穴に超アホ超アホなの、超のいやお腹を選ぶとチュルルチュルル超をこうプルルってやってポンって出てくるのアホみたいなその表現が結構あったんでね、うわこれめっちゃ懐かしい、これめっちゃやったわ、全クリした記憶ないわ、うん、そう俺もない、覚えてない一切、うん、内容とか全然覚えてなかった、俺持ってたねこれ確か、持ってた、いやこれ、いやど借りたんだっけな、どうだったかな、忘れたけどやったことは思う、借りないでしょこんでいや借りるのよおもろいんだって、いや小学生すごい好き、あのなんかコロコロコミックをその要はゲームにしたみたいな、みたいなそのなんか懐かしい、ね、そのカートゥーン的ななんか表現なのよね、この動きとかも含めて、でなんか怒ったりするとなんか強いとかなんかちょっと設定をね忘れちゃったけど、なんか頭突きしてみたいな、で鳥になったりさなんかすんのよね、いや今思うとどういう発想でこのゲーム売ろうと思ったのみたいな感じよ、小学生ほんと好きそうな感じうわ懐かしいな本当にね、戦車になったりね、あのドリルになったりねうわ懐かしいわこれ、スーパーゲンジン、タイトルすごいな、スーパーゲンジンだよ、うん、今だったら手に取ろうと思わないもんな本当よ、クソゲー感すごいもんね、見た目もね、はい、はい、あ、待って、もう一個あるドラえもんああやったことあるかも、ドラえもん超やってた、ドラえもんあったっけ、ドラえもん2個ぐらいあったかな、何個かある、何個かね、うわ懐かしい、めっちゃやったよこれ、選べんのよね、ドラえもんとかのび太とかスネ夫とか選べて、俺多分3やってたかも、うん、このドラえもん3、のび太と時の宝玉、オカリナ、時のオカリナじゃない、それじゃあそれゼルダうわこれやってた、俺マジでやってたわ、うわ懐かしい、むずいのよこれが、結構面白そう、ちゃんとしたアクション、ドラえもんは空気砲で、でのび太はピストルでとか、でスネ夫はあの声がたまりってしてる、声がたまり、ジャイアンかそれは、で声がたまりってあーって言ったらあーってあのさダーってあが文字に飛んでいくみたいな、あーなるほどね、そうでタケコプター乗ってそのなんかさあの街とか冒険できたりできるんだよね確か、うわおもろそう、おもろかった、おもろかった、で結構ちゃんとストーリーあった気がするなこれ、そうそう、まずそのジャイアンとか救出するんだよね味方を、確かスネ夫とかいろんなとこに確かいて、俺多分俺やってたの3かな、面白そう、いやこれ結構面白かった覚えが、今でもなんか見てすげえ記憶蘇ったわはい、ちょっとめちゃめちゃ話しました、後半ちょっと立て続けに思い出したやつだいっぱい、後半の方が多分長いです、すいません後半の方が非常に長くなっております、だいぶ話しちゃいましたけれども、おしまいですかね、ぜひ皆さんの印象に残ってるね、うん、今までの横スクロールゲーム、うん、コメントお待ちします、よろしくお願いします、プレステとかにもあるかもしれないですからね、あ確かに、うんうんうん、絶対今日思い出してないんだけど絶対あるね何個かね、うん、うん、はい、横スクロールっていろいろあるね、はい、今日はここまで、最後まで見てくれてありがとう、はい、こちらのチャンネルもチャンネル登録お願いします、高評価もいつもありがとうございます、今日もよろしくお願いします、次も見てね、明日も楽しもう、また後半話しすぎました